はい、どうもじゅんじゅんです。今日はですね、ワックス脱毛サロンをやってて初めてワックスメーカーさんから使ってもらえませんかっていうね、お声をいただいて、まずは私自身がね、ワックス他のものを使ったことがないので、他のメーカーさんのワックス紹介っていうのをさせていただきます。ということで本日使わさせていただくのが、オリエンタルウォーボさんのロビンズエッグブルーっていうワックスになります。で、Amazon とかでも買えるワックスなんですけども、すごくこだわって作ったワックスっていうことなので、今使ってるワックスとどう違うのかっていうのも含めて、いいのか悪いのか、プロ用として使えるのかどうなのかっていうのをレビューしてほしいってことだったんで、まず大事なのが、どれぐらいで溶けるのかとか、やっぱ毛がちゃんと抜けるのかっていうところが大事なので、ちょっとその辺がどうなのかを見ていきたいと思います。では、オリエンタルウォーボさんのロビンズエッグブルーを使っていきたいと思います。このワックスなんですけど、ハードワックスになってます。なので常温だと硬い感じです。で、これを今からワックスウォーマーで溶かして使っていきます。で、このメーカーさんの特徴としては、ハードワックスっていうのは基本的に松ヤニが入ってるタイプっていうのがほとんどなんですけど、ここのメーカーさんはロジンフリーって言って、松ヤニが使われていないタイプのワックスになります。私自身がね、今使ってるワックスメーカーさんもロジンは入っていないので、まあ質感的には同じ感じなのかなとは思うんですけど、溶け具合とかがどうなのかっていうのも含めて見ていきたいと思います。なので今使ってるワックスウォーマーちょっと汚いけど、これに入れて溶かしていきます。よし、溶かしていく。溶けるまで待ちます。はい、では20分ぐらい経ったんで溶けてきたかなって感じです。ウォーマーは今マックスで溶かしてるんで、ちょっとね、やっぱ缶なんでこの隙間がね空いちゃってるっていうのがあるんで、溶けやすいように全部今マックスでやってます。ゆるさとしてはこんな感じで、香りがフルーティーな感じな匂いです。質感を見たいんでちょっと溶かします。ゆるすぎるんかな、もしかして。ちょっと初めて触るんでゆるさがわからない、いいのか悪いのか。メーカーさんの資料、ここがすごいのは、プロ用ワックスじゃないので資料にどれぐらいの質感でっていうのがきちんと書いてくれてるので、一般の方でも使いやすいっていうのがメリットかもしれないですね。質感としてはこんな感じ。水っぽくシャバシャバなるのはまずいって書いてあるんで、もしかしたらちょっとこの状態は緩すぎるのかも。この感じは熱すぎるような気がする。すくうとゆっくり垂れる、リボン状に帯の形が残る。あ、だからこれだと残ってないからちょっと緩すぎるんだろうね。混ぜるともたっとする。もたっと、ちょっとやっぱ熱すぎる感じするね。ハードワックスは溶かした時点で熱すぎると火傷の原因にもなっちゃうので、やっぱこの辺の温度管理はプロでも結構大変なとこなので、まあ、素人の方は本当に熱そうなやつは皮膚には乗らないようにしてくださいね。なんかこの上面の感じはいい感じになってきてるような気がする。あ、この感じだろうね。この今落ちた感じ、スパチュラにつくぐらいがちょうどいいのかも。この感じ、あ、違いわかるかな。プロの方は分かってくれ。でさっきまでスパチュラにこうやってつかなかったのが、こうやってちょっとゆっくりとろーっとなってきたのが使いが心地がいい感じなのかな。よし、ちょっと自分の肌に塗ってみよう。よし、使ってみよう。ちょっと毛を伸ばしてみて、ちょっとね、抜け具合も含めて知りたいので、まずはやってみよう。初めて使うんでね、ちょっとわかんないけど、よし、行ってみよう。ちょっと緩いかな。あ、でもいけそう。行ってみます。うん、温度的にはこの温度でも大丈夫そう。全然熱くはない。よし。うん、伸び感的には結構伸びるかなって感じだね。これを塗っていこう。あ、意外とすぐ乾く感じ。うん、抜け感は。あれ、抜けてるね。の伸びとしてはそんなに悪くないかもしれない。こう完全に乾ききる前に使えるって感じだね。わかるかな？ここ乗ってるとこと、こことここの差があるから、ちゃんと角質も取れてるね。
まだこんだけね伸びるぐらい柔らかいです。こんな感じやね。はい、ってことでオリエンタルオーボさんのロビンズエッグブルーのワックスを使ってみたでした。他のワックスをね使うことってなかなかないんですけど、こうやっていろんなメーカーさんのを触らせてもらうと、まあ、各社ねメーカーごとにワックスの性能っていうのの違いがすごく分かったなっていうところです。ここのメーカーさんのいいところはAmazon とかでもね販売をしているので、一般の方でも使える使いやすさっていうところが、まあ、一つのポイントなんじゃないかなってところです。香りもめちゃくちゃいいので、自分でワックス脱毛してみたいよっていう方にはぜひおすすめのワックスなんじゃないかなってところです。で、私もまだちょっとね触っただけなので分かんないところはあるんですけど、まあ、細かい毛も抜けるのか足のね太い毛も抜けるのかっていうのはちょっとこれからちょっと試していこうかなと思います。ということで本日は以上になります。もしこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、ありがとうございます。